こんにちは Amazon サポータータ堀秀夫です今日はベネズエラのハイパーインフレは他人事なのかということでね、えー、ちょっと気になってまあベネズエラ気になってというかねまあ世界一危険な都市カラカスそしてすごいハイパーインフレ、ね、それで有名なとこなんですけどまあちょっとベネズエラをチェックしてみたらねいやなんか日本より 前提条件は悪くなかったというか良かったのに、まあ、政策の失敗で危険な都市ができてハイパーインフレになってるというのが分かったんでねまあそれについてシェアしたいと思いますまあ世界一危険な都市南米ベネズエラカラカスそしてね、えー、ハイパーインフレもうねお金ほとんど価値がないというような国になってますけど まあ実は日本と類似点が結構あるなというふうに見ました。まず世界幸福度ランキング2015年23位。これ日本2015年46位ですから、まあほんの4年前までは、4年前、3年ちょい前までは、ベネズエラの人たちってまあ日本より全然幸福感を感じてたと。で、翌年2016年44位。 この時点でもまだ日本より順位上です。ところが2017年になって急激に、えー、落ち込んで82位、2018年102位、2019年108位というふうになっています。でベネズエラは失われた30年を経験したと。ね、これ政策の失敗により、えー、全然豊富な資源がありながら、ねえー、南米一の、えー、石油埋蔵量、天然資源の方向、 なのに、えー、完全に、えー、政策を失敗して、まあ、失えた30年を経験したと。そして、ベネズエラの経済は完全に石油に依存しており、輸出収入の96%が石油である。貧富の差が非常に大きく、ごく一部の層に富が集中しており、国内には膨大な貧困層を抱える。また、農牧業の生産性は低く、国内産業も貧弱であったために、 食料品を含む生活必需品の多くを輸入に頼る、ね。これ、日本と比べるとね、まあ、驚くほど類似点が多い。まあ、日本の人ってそんなイメージでないでしょうけど、まあ、実はね、えー、普通に考えると、非常にまずい状態なのかもしれないというような気がしました。まず、世界幸福度ランキング、ね、2015年46位。ここから始まって、まあ、徐々に下がってきていると。 まあただね、ほんの3年前のベネズエラよりも状況は悪いわけですね。で、失われた30年を経験したというのも全く一緒。で、この2番目の条件、ベネズエラは天然資源が豊富で石油があるのに、政策の失敗でえ貧困な貧困国に陥って、非常に危険な場所とハイパーインフレに見舞われていると。 じゃあ日本の輸出品って何なんだろうと思うとと、ね、思日本って輸出できるようなものを実は持ってないと。ね、いやいえあの技術力あるでしょうとかいう話もあると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけ技術力っていうのも、ねまあ、一部の例外を除いてはロボットや AI にとって買われるものですから、まあ、言ってみれば日本の経済は完全に安価な労働力に依存しておりほ他に輸出できる資源が何もないと。 ベネズエラより前提条件ひどいじゃんというのにね、ちょっと気づいて、まあ、愕然としました。そして貧富の差が非常に大きく、ごく一部の層に富が集中しており、国内には膨大な貧困層を抱える。これ全く一緒ですね。まあ、ちょっと状況が違うのは、えー、ベネズエラの場合は、えー、大金持ちというのはいますけど、まあ、日本の場合大金持ちという人は、まあ、ごく一部の霊界を除いてほとんどいなくて、企業に富が集中してると。 えいう点が若干違いますけど、まあこれはね、えー、前提条件として別に、えー、だから大丈夫ということじゃなくて、まあ何ら変わらないと。ね、また、農牧業の生産性は低く、国内産業も貧弱であったために、食料品を含む生活資金の多くを輸入に頼る。ね、必需品、輸入に頼ってます。 輸出,輸出する商品もあるけど、輸出する商品ってのね、日本企業の輸出品って別に日本で作って輸出してるわけじゃない。まあ、東南アジアや、えー、あるいは他の国で作ったものを、えー、ただ動かしてるだけですから、日本からの輸出品って実はないと。まあ、こう考えるとね、えー、何のきっかけで、というかもう、えー、災害化、インフレが起こってきたらね、かなりひどいことになるのは、 可能性高いんじゃないかなというふうに思いました。まあ、脅すわけじゃないんですけど、まあ、冷静に考えて、えー、そのベネズエラと、ねえー、状況を比較すると、まあ、決して日本は全然違うから安心だなというような材料が何もなくてね、いやむしろ前提条件は悪いから、まあ、これどうなっちゃうのという感じです。まあ、輸出で稼ぐスキルがないなら、日本は地獄です。 幸福、これ幸福度ランキングの考え方が違うとかね、えー、日本には当てはまらないとかっていう、えー、意見もありますけど、まあ、逆に言うとあの、幸せじゃないと感じる自由もないのか、日本にはというのでね、ね愕然としますけど、まあ、毎日ね生きていくのが嫌になって電車に飛び込む人がいて、まあ、安全だと思ってたね、えー、歩道を歩いてたり、歩道交差点で待ってたらね、いきなり車が飛んできたり、 そんな国が幸せなのだろうかと。いや、まあ、普通に考えて幸せじゃないっていう人の比率が高くて当たり前じゃないのという気がしますんでね。えー、まあ、これ、あの、もういよいよ、ベネズエラだってハイパーインフレ始まってしばらくはみんな幸せだと思ってたわけですから、えー、日本もね、えー、みんながもうひどいと気づいた時にはもう何も打つ手なしと。まあ 日本に限定すればもう政策的になんかできるかとかそういうね、そういった面での、えー、日本国内限定で、えー、政府が、あるいは企業が、ね、日本国民になんかできるかといった点ではもう何も手遅れでやることはないんですけど、まあ、せめて一人一人がね、えー、自助努力という形で、まあ、その日本への通貨、預金してもハイ,ファハイパーインフレの起こる可能性高いんじゃ意味ありませんのでね、えー、海外に輸出して稼ぐスキルと。 いうのがね、まあ、本当に必要なんだなっていうのをね、改めてしみじみと思いました。まあ、そんなわけで、輸出で稼ぐスキルがないなら日本は地獄です。まあ、今のうちに輸出で稼ぐスキルを身につけるように、まずは無料メールセミナー、こちらのね、一番上まで行くと、この右の部分に、ね、無料アマゾンメールセミナーの登録フォームがありますので、そちらにメールアドレスと、 お名前を気にして登録するボタンを押して無料アマゾン輸出メールセミナーをチェックしてください今これ YouTube 動画で見てる方は動画の説明欄にメールマガジン登録の URL がありますんでそちらをクリックしてメールマガジンに登録してくださいご登録お待ちしてます輸出ビジネスで稼ぐスキルがないと日本は地獄ですあるいはもっとひどい地獄になります a m a z o 輸出サポーター堀秀夫でした